こんにちは、ゆっくり霊夢です。マリサです。今日は競馬事件簿をやっていくわよ。お、これで3本目ね。初回は優秀ホースクラブとエクチセ牧場が、ダート王、エスポワールシティの母であるエミネントシティをめぐる事件を解説したわね。馬産地では馬主、調教師、生産者のウゾウムゾウが金の卵を今でも奪い合っていると思うとね。まあ、この事件は善意で生かしていた馬の所有権の問題よね。馬は生かしておくだけでもお金がかなりかかるし、重賞馬などの引退馬に給付金が出る功労馬掲揚展示事業も、14歳以上の馬につき3万円を給付するものだったのが、制度が変わって、中央重賞馬は月2万円、地方交流重賞、いわゆるダートグレード競争優勝馬は月1万円。対象年齢は10歳以上と範囲は広がったけど、金額は減ったわ。お、日本の競馬の歴史を見ても、引退馬というか現役を退いた馬に関して、意識が低いというところが海外とか国内でも批判されるけど、アメリカの二冠馬、ファーディナンドを守護馬として輸入したけど、結果が出なかったからお肉にしてしまったりしたやつとか。そうね、それが代表的なんだけどね。その理由なんだけど、日本の競馬の成立過程が、公用、ありきで発展してきたからなのよ。欧州だと、貴族の遊び、というところだよね。そう、その違いがこの歪みを生んでいるのよ。欧州の場合は公用という経済論理より貴族の遊びでの成立過程があるから、こんなに走った馬なのにどうして世話をしないんだ、恥ずかしい人ですねー、といった人格を疑われる意識があるから、日本のように活躍した引退馬の末路が悲惨なものにはなることが少ないんだけど、日本は、公用、いわゆる賭博の駒として馬を見ている成立過程だから、賭博の駒としての役割を終えた馬には見向きしないところがあるのよね。もちろん守護馬になるような馬は別だけど、重賞に手が届くクラスの馬は結構走ったと言えるけど、末路は、ね、もちろん成立過程が、公用、ありきというのはファン第一の競馬が行われているという良いところがあるんだけどね。欧州の競馬場なんかはファンが入れるところは日本みたいに見やすいところには入れないし、そういうところは馬主席になっているしね。それにファンが第一だから、有馬記念や宝塚記念みたいにファンが投票して出走馬を決めるといったレースも存在するし、世界一の売り上げを JRA が叩き出せる理由にもなっているんだけどね。決して悪いところだけじゃないのね。前置きが長くなったわね。お、今回はどんな事件を解説するの？今回はマスコミ、いや、マスゴミの誤報によって葬られてしまったリーディングジョッキーを解説するわよ。誤報って、ちなみにこれガチで裁判やってマスゴミの誤報が証明されて謝罪記事まで出てる案件よ。は、それじゃあ解説スタートよ。島根県、名ジョッキー、田原。田原世紀を出した県である、この県にはかつて競馬場があった、もちろん中央競馬ではない、日本海に面した増田競馬が存在した。お、今、大いにいるスター騎手、三鴨典文や女性騎手、吉岡牧子などが所属し、フルゲートが8頭という日本一小さい競馬場であった。しかし、2000年代前半に相次いだ地方競馬の廃止の波に抗えず、慢性的な赤字経営のために2002年の8月に廃止になった。今は地方競馬もネット投票で息を吹き返しているけど、そこまでも足なかったのね。その競馬場に一人の若く腕の立つジョッキーがいた。名前は道川光彦。彼の経歴は地方競馬の騎手の一般的な経歴とは少し違っていた。道川は叔父や親族に増田競馬の騎手や調教師がいて、体も小さかったことから騎手を志したが、ここで内弟子入りしたのがなんと中央競馬の加藤誠一厩舎だったの。それって、そうなの。道川の騎手のキャリアは、中央からスタートしたの。当時、中央の騎手になるには厩舎の内弟子になって、短期講習生として騎手免許を取得する方法と馬事講演の長期課程に合格し、騎手免許を取得するという方法の2つがあったわ。短期の代表的な騎手は河内博氏がいて、長期の代表的な騎手は、この米の主戦騎手であり、アイドルである田原世紀。田原世紀がいるわ。ここでもういたばらするタバラーの鏡。そして、道川と同級に短期の代表騎手で紹介した若き日の河内博氏がいたの。当時の川内もこの騎手試験に2度落ちて、やっと3回目で合格。後の名手が2回も落ちるのね。タバラ、
タバラも一回落ちているわ。そして道川は内弟子を経て、短期講習生として騎手試験を受けるが、不合格。ちなみに道川は中学在学時にタバラと同じ、長期課程の試験も受けていたんだけど、こちらも不合格だった。中央の騎手になりたかったのね。そして、この騎手試験の不合格で、道川は家族の強い希望もあり、地元、島根県に帰郷する。しかし、騎手になることを諦めきれなかったのか、今度は地元の増田競馬の騎手になるべく地方競馬教養センターの門を叩いた。そして20歳で増田競馬の高橋勇厩舎からデビュー。デビュー初年度は1974年。7勝と振るわなかった。しかし、デビュー3年目には74勝と躍進するも、本人も自称するなんでもずけずけいう性格が嫌われたのか、そこから3年は低迷するが、その後は勝ち星を伸ばしていき、リーディングまではいかないが増田のトップジョッキーであった。本人が言うほどに口が悪いのね。道川のインタビュー映像が残っているけど、結構人を選ぶタイプかなと感じたわね。また、奥方も性格的なところで人間関係が心配と話していたし、本人はこういう性格もあって乗せてもらえないこともあるし、有力馬にも乗せてもらえない面があるということを話していたわ。勝負服は中央競馬で活躍した天馬、東証ボーイと同じ柄、中央への憧れが、そして、中央、での同期であった河内は1974年、道川の騎手デビューと同じ年に騎手デビューし、26勝を挙げて、関西放送記者クラブ賞、関西の新人騎手賞に輝いたわ。翌年には六甲一で初重賞制覇。1979年にはアグネスレディでオークスを、ハシハーミットで菊花賞を制覇したわ。それを見て道川はどんなことを思ったのかしらね。お、もちろん小さな競馬場だとしてもトップの騎手としての腕の自信はある。河内とは同じスタートだったのに、決して腕では負けない。俺も、中央で乗れれば、当時の道川の年収はトップジョッキーではあったが、年収300万円から400万円。この金額はあまりにも安い。しかも当時としては珍しく、道川の奥方はほぼとして共働きしていた。これがトップ騎手の生活なの。しかし、中央競馬の騎手はトップではなくても、年に数勝する回の騎手でも道川の年収の遥か上を行く。腕は絶対に勝っているのに。どうして？多分当時の地方の腕利きの騎手はみんな思っていたであろうことであると思う。しかし、道川は中央へ弟子入りし、同じスタートラインに立った河内という同級がいた。また、河内は中央競馬の生まれではなく、光栄の春樹競馬の関係者の家庭から誕生した、言うなれば地方の血統であった。つまり、道川と何も変わらなかった。そして、試験に受かったか受からなかったか、中央であるか地方であるか、その選択の決定的な違いを目の当たりにした当事者であった。なぜ同じ日本の騎手なのに、中央競馬に乗れないのか。そして、他の地区の腕利きの騎手と違い、道川は行動を起こした。光栄の騎手のまま、中央競馬に乗ることはできないのか。他のもっと稼げる地方競馬に移籍はできないのか。答えは、ノー、であった。中央競馬は JRA と NRA の組織が違うことから不可能だった。この壁を越えるには21世紀になってから、安藤克実まで一切なかった。そして NRA 騎手免許は名目上は全国の公営競馬ではどこでも乗れるが、厩舎に所属しなければならない関係で受け入れ先はなかった。どうして、人間関係や主催者同士の思惑やその調整をする NRA の忖度ね。そんな、誰かは知らぬが偉い人が作ったルールで道川は増田に閉じ込められてしまった。そして、道川はとんでもないところに移籍を考えるようになる。え？それは一体、海外競馬よ。お、はっきり言ってどこでも、出会った。アメリカ、オーストラリア、香港、ニュージーランド。厩舎関係者に片っ端に手紙を送った。その他の地区にも送りまくった。時には海外の競馬場に出向き、慣れない英語で直接交渉した。
それでも、あちらからすればよくわからない男だ。お前が騎手であるなら、本国の無制裁証明書なりの公的に騎手である証明書がないと、道川はそれさえあれば海外で光をつかめると NRA 及び、所属厩舎の高橋勇氏に掛け合う。しかし、その姿を他の競馬関係者はどう思ったのか。まさか、そう？道川の遺跡への動きを面白く思わなかったの。そして、シンガポールの厩舎から受け入れを了承するという旨の返事が来た。歓喜する道川。おお、じゃあ無制裁証明書とかの証明書さえあれば。しかし、この無制裁証明書は、4年もの間発行されなかったわ。は、一体どういうこと？そろそろ時間なのでここまでね。まあ、たいところで切るのね。投稿予定もないしどうなってるのってクレームになってるわよ。そうなんだけどやっぱり10分は大事。大事よ、まったく。次回は道川騎手の続きです。それでは次回も見てください。高評価ボタンチャンネル登録お願いします。それでは。